バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのピヨコです。今夜のバニラスカイ、皆さんと最後までイチャイチャお届けしたいんですけれども、次女の1歳も9ヶ月におかげさまでなりました。のんちゃんに見守られながらね、ママは緊張しちゃいましたよ。のんちゃんハッピーフルにお届けしたいと思いますので、最後までイチャイチャと今夜もお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。実はですね、ピヨコ早い時間、1日の午前中だったり、朝早い時間ですとね、声がとってもカピカピなんですけれどももう本当さ、職業病と言いますかね、しょうがないんですけれどもね。なんですが、夜にはねインスタライブ、ほぼ毎日1月してますね。実は6月からね、センテラス天文館公認のストリートライブシンガーとして去年の6月からお世話になってますが、インスタライブはね、しなくてもいいんじゃないかぐらいに思ってました。直接ねお会いできる方に音時間届けられたらと。だけどやっぱり、路上ライブを中心に出会った方に県内外問わずね、インスタライブでね見ていただいて楽しんでいただくっていうことが、もう先月からスタートしまして、先月かスタートしましてね、結構好評なのに私自身もびっくりしております。なのでどこでヨーコはね何を歌っていても本当一人じゃない、そういうね素敵なハッピーサイクルいただいております。今日はね、ロケットの打ち上げも成功しましたので、ヨーコをもっともっと乗っかっていこうよというメッセージもいただき、本当そうだなとずうずうしく、インスタにね名言集とかね結構上がってくるんですけれども、そういうのにもねちょっとずうずうしくっていうのがあって、先週言いましたけど、ずうずうしい欲もいいんだなと思っております。はい、もう全部肯定で生きていきたいと思います。では調子に乗ってピリずうずうしく今夜もお届けしますが、まず1曲目、昨日もねリクエストいただいて嬉しかったです。ヨーコでラブレターズお聴きください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日
お聴きいただきました曲は陽子でラブレターズでした。なんかね、ミュージックビデオたまに見るとね、私のこの初々しさをね見るわけですよ。あ、可愛いなって今の私何が変わったんかなと。ちょっとね、最近封印したい言葉があって、陽子おばちゃんだからみたいなことも言わない。なんかね、肌の張りがなくなってきた、それを言ってるとこれを聞いてる石井も笑ってますけどね。本当あの謙遜しない、もう陽子は若いからってずっと言おうと思って、石井もね、おじさんとか言うと、おじさんおばさんだしねとか言ってると、え、おじいさんって言ったとか言って、勝手に意をつけたがるから、もうつけないでって言って、60もう2歳になる石井がね、やっぱりこうおじいさんとか、まあ意はいらないけど、おじさんって言ってお兄さんって、まあだからやっぱり私たちもお兄さんとお姉さんで言おうとね、言霊は体が効いてますね、細胞が。ほんとハッピーですって言うからね、ほんとハッピーなんだけど、なんだけどね、のんちゃん、まああれですよね、うちには1歳と16歳がいますからね、お肌の張りで言ったらもう触るとそれはできぜんですよ。だけどこれを目指そうっていうね、見本みたいなお肌はいっぱいありますからね、触ってこれはママのお肌だって脳みそに言い聞かせてね、どうでしょうのんちゃんまあそんな感じでね、日々ハッピーに過ごしているんですけれども、周りではね、はいママです、のんちゃんありがとう、のんちゃんから、のんちゃんが食べてたねパンの差し入れを今収録中なのにいただこうとしておりますが、ありがとうございますのんちゃん。こんな自由な感じで収録しておりますけれど、まあ、周りにはね、本当アニバーサリーの方が多いんですよ。いつもお世話になってるウィッキーズハウスのトシさんも還暦だと。で、私もねお世話になってます、あのアップルジャムの塚さん兄ちゃんが最近はもうサウンドで関わってる東郷さくらさんも、明日明後日かは50歳のね、あのアニバーサリーライブと。ようこさ結構のほほんと生きてるんですけどね、自分のバースデーライブはまあしないように生きてきたんですけれども、まあ今年は4月の13かな、クラブルッソでね、陽子のバースデーライブしたいなと、しようかなというお話も出てますけれどもね。まあなんか陽子の個性学か何かを占っていただいた時、あっていうか私は占いとかね、なんかこう自分から進んではしなくて勝手にね見ていただいたりすることがあるんですけど、40歳という言葉が結構出てて、でまあ無料範囲だからね詳しくは分かんないんだよ、ね、自分も気になってなんか調べたら40歳っていう、そこが結構山で、そこからまあもっともっと花開くけど、本当努力が全て実るのが40歳だと。で50歳は分からないけれども、まあ私ね本当40っていう節目を目指してね、生きている感じでもあるんですね。で、まあ、40歳になった時、一子は66だね、65か、66だね。で私65、66だ。でシノンが20歳で、カノンがいくつだ、のんちゃん5歳になったかな。だからその頃は本当東京ドームでコンサートするにはね、もってこいな、あのみんな年齢なんですよね。のんちゃんもギター弾けそうだしね、5歳だとね。だからまあそういう夢を見ながら、目標を持ちながら生きてるんですけど、最近ね気づいたことがあるんですよ。というのはね、ちょっと次の曲聴いていただいてからいきましょうまあちょっとアニバーサリーを考えるとね、面白い法則があるのかなと、本でも出しちゃおうかなみたいな手前な陽子が今夜お届けします。もうね皆さん、もっともっとハッピーでいてほしいなと、とにかく平和でピースフルでいてほしいなって思ってます。そんな陽子が宝山ホールコンサートの一番最後歌いました、アンコール2曲目で歌いました、そのバージョンでお届けしたいと思います。陽子でキス&ハグ。気がいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細
いただきました曲は横でキス&ハグフォーザンホールコンサートバージョンでした。いや実はですねそのハッピーサイクルについて横はねちょっといろいろ研究ではなくねもうなんていうのかなこれは実験実体験の実体験をもとにねお届けしております。そういう法則やっぱりね笑顔でいるとね笑顔の方がねついてくるんですね。ただ人って一日やっぱりいびつなのでね今日のまあ得であったりとか今日の、まあ、頑張りってねその日に回収できないことが普通だと思うんですよ。または自分が頑張った自分が誰かのために積んだ得もね自分に返ってくることっていうのはねなかなかないと思うんです。なんですけれどもね最近の陽子私やっぱり一晩でねもう1000人以上の方にね歌声を聴いていただくことがもうこの半年以上あるわけですね。そうすると、まあ、1日を通してなんかなって自分ちょっと今日しんどかったなとなんか今日ちょっと珍しく腹が立つようなこと起こってよかったんじゃないかなと。私ね本当悪口を言わないで生きてきたからね意地悪な発想はね他の人が私に向けたとしてもポイってしてきたんですよ。だから勝手なこう噂話とかね決めつけがあってもめんどくさくって言っとけばみたいな何言ってんだろうなみたいな私の耳に入ってこなかったらもうないことと一緒だみたいなね強さをね持ってねあめんどくさがり屋なんですねそういうところはね。だけど私の大事な人を傷つけたらもう確実にこう俺は何言っとるんじゃどうしたんやみたいな感じでね向き合いますけれどもねまあそういう陽子がね自分でこうなんていうのかなどうしようもないことはもうしょうがないよなと、まあ、子供たちだったりね他の子供たちそして次の生まれてくる命にね還元できたらいいかなって思って過ごすことがあったにもかかわらずなぜか一日一日頑張ったもの以上のものを回収できているようなご縁をいただくんですね。でハッピーサイクルに入るとねやっぱりねこの人のちょっとまだ未熟なところとかあこういうところにやっぱりねあ残念だなとか傷つくというかね心持ってかれそうだなっていうことは確かにあるんですけれどもその100倍ぐらいの幸せをね一日のうちに私がですよ得ちゃうんです。そうするとねあ今日も本当にありがとうってやっぱり素敵な方ばっかりに出会えて今の私がいるとこのままね感謝して頑張っていこうって自分のためじゃないと本当次の世界のためにって本当ねいい戒めみたいな感じで自分にね刻んでね寝よみたいになるわけですね。本当起きた瞬間から寝る瞬間まで幸せでまあのんちゃんの夜泣きぐらいかなたまに夜泣きになると今かい寝かしてくれって喉が心配みたいなねそんなことにはなりますけれどもまあでもねそれをね分かってるシノンがねお弁当作なくていいよと朝起きなくていいよと母ちゃんいてきます自分でお弁当作ってくれたりしてねでなおかつ
やっぱりほぼ毎日ね、石井が子供たちの、なんならのんちゃんの朝ごはんまで作ってくれてますからね。そう、陽子が少しでも寝れるようにいた。まあ、だからほんとね、平和で幸せなんです、うちね。まあこんな家庭環境のことを言ってますけれども、やっぱりハッピーサイクルは誰かがこうハッピーな輪をね一緒に動かしてくれて、なおかつ陽子にも帰ってくるようになるんだよっていう、ハピコさんの教えであったり、いろんな方の教えをね痛感しておりまして、だからこそ、ね、自分ができること、もう100倍200倍1万倍以上にね還元できるようにと思ってます。そんな中ね、昨日はインスタライブの、まあ、アーカイブにね、鹿児島に来てよかったですって、何気なく来た鹿児島で私に出会ったことがよかったっておっしゃっていただけると本当に嬉しいですよね。私も本当皆さんのおかげで、幸せだなとつくづく思っております。ではでは、今夜最後の1曲お届けしたいと思います。ようこですね、やっぱりこの冬のラブソング、まあ多分今月までかな、でもお届けしたいなと思うんですけれども、鹿児島にゆかりある鹿児島大好きなアーティストたちと歌ったバージョンが本当好きです。鹿児島クリスマスマーケット公式のテーマソングとしてもお世話になっておりますが、去年の冬も彩ってくれたこの楽曲ありがとうございます。私の大好きなアーティストたちと歌ったシャイニー2020、お聴きください。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日
聞きいただきました曲は陽子でシャイニー2020でした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。陽子はですね、アニバーサリー40歳を節目と思っているのは、そこからもっともっとね羽ばたいていこうと、まあなんて言うんでしょうね、他力本願も使っていってやろうというね思いではございますけれども、やっぱりね英語の曲でね自分の曲も発信したいなってすごく思ってて、まあ、そこにね私もねちょっと今月はパツパツなんで来月から動力を使っていきたいなと思っています。言ってるからにはね本当世界中に発信していかななと思っております。皆さんはね何か夢や目標、そしてしないといけないことってないですか？私はね本当しないといけないことに溢れてて、まあ、本当カバーアルバムスターズのリリースもねクラウドファンディングを進めていきたいと思ってますので、ぜひ皆さん見かけたらお力添えお願いいたします。まあ、4月の7日リリースかなと思ってますね。まあ、ざっくり言いますと、陽子3月16日初めての白山ホテル鹿児島でのディナーショー。白山ホテル鹿児島はやっぱり鹿児島を代表するホテルでありますからね。そしてそこはバンドですね、陽子バンドでお会いしましょう。で、カバーアルバムのリリースをスターズ2が4月7日を予定しています。それもそして4月13日ぐらいじゃないかなと思うんですけど、ここはまだ未定ですがね、4月にルストでの、バースデーライブを行う予定です。綺麗な素敵なお姉さん方と一緒に陽子の音時間聞きにいらしてください。そして9月15日はもうほぼ確定です。宝山ホールコンサートを予定しております。今年も陽子色に染めちゃってという感じでねお付き合いください。この後はひふみずバーです。ひふみさん、今年もお世話になっておりますが、今夜もハピハピな音時間ご一緒しましょう。では皆さん、あっという間に陽子のバニラスカが終わってしまいますけれども、ハッピーサイクルに乗っかってる陽子、日常でね、あ、携帯のちょっとカメラ割れちゃったとか、あ、パソコンの画面のんちゃんが割り上がったとかね、そんなのありますけれども、普通だったらへこむところがねしゃあないって思えるのも才能かなと。そしてやっぱりこの命ある限り何かかしらね、お母さんこういう人だったよね、お父さんこういう人だったよねっていう残せるものがある仕事なこともね感謝ですし、誰かの音時間に寄り添えるのも嬉しいけれども、何より大事な家族にね、お父さんこんな人、お母さんこんな人って思ってもらえるコンテンツが、陽子の声がねあるっていうのも本当平和なことだなと思います。まあ、陽子もね歌の先生するときに、誰かの音時間を残すためにね、まあ一緒にね作戦として動いてますけれども、まあ、島村楽器っていうね楽器屋さんでもね、まあ、自分のうちの事務所だけじゃなくそういう楽器屋さんでも、音時間ご一緒するために歌の先生してますが、今年は2月の10、11、12この3日間が島かごライブということで、キャパログホールでね先生としてもおりますので、サポートミュージシャンとしても歌ってますのでね、ぜひご都合つく方は覗きに来てください。陽子は2月10日と12におります。医師は2月11と12におりますからね、また DM ください。ではでは皆さん、1週間もめちゃくちゃハッピーに過ごしてください。陽子は1月21日11時からセンテラステモンカーのイベントで歌わせていただき、その後は県庁前でホタテ祭りがありましてね、盛り上げに行きます。歌ったり司会してると思います。ではでは、負けじとハッピーな陽子、来週も楽しくお会いしたいので、リクエストメッセージお待ちしてます。では来週まで、せーの、バイバイハッピー。